コムドットの時は反響がすごかったよね。まあコムドットの時も賛否両論あったけど、誰か俺のこと止めてちょっと怒られたぐらいじゃ俺止まらん、きっと怒ってくれな、止まらん。柴田煽った時はめちゃくちゃ高評価で、コムドットの時は反響がすごかったよね。まあコムドットの時も賛否両論あったけど、サワヤンの動画はなんか割とちょっと怒られ気味やった気がする。なんかいろんな人にごめんね、そういうやつなんだ。でも俺やめられないんだ、止めて、誰か俺のこと止めて、ちょっと怒られたぐらいじゃ俺止まらん、きっと怒ってくれな、止まらん、どうしよう。冗談でやってやろうかって言ったやつ俺本気に捉えてめちゃくちゃ勇気、うん、本当にダメよ。みんなにはっきり言っとくよ、こんなやつに拡散力持たしちゃダメ。気づいたみんな、うん、やっぱもっと良識のあるちゃんとしたやつに拡散力持たせんと、俺らみたいなゴミクズに拡散力持たせたらああいうこと平気でやってしまうけん、人の気持ちとか考えんし。まあでも俺は割と文句言われながらでもああいうことをやりたいタイプやけんね、うん、バンバンこれからもやっていこうと思う。それが社長の良さ、俺そう思うよ本当に。だってみんながいい子いい子やっとうやん。なんかたまにはいい子じゃないやつがおって、それが成り立つっちゃないと俺は思うけどね。どう、そういうのってやっぱ自分で言うとキモいかな、誰かが言うけんかな。自分で言うとダメよね、俺みたいなクソがおってもいいやんって。ああいうクソみたいなやつがいてもよくないって、こう誰かが言うといいよね。だけどみんな言っとって、俺自分で言うとちょっとダサい。ゼロなら俺だろ、減るもんじゃねえだろ、敵なく